こんにちは。こんばんは。中級メガネです。さあ、今はこうこんにち J1 は。が中断中ということで、今、プレシーズンマッチ？プレシーズンマッチ？まあ、ヨーロッパのチームにとってはね、日本のチームにとっては、またとない強豪との戦いができる。何試合か見ましたか？僕は全然見てないであ、す。全然見てない。あ、川場さんはやっぱり今、熱い群馬に。そう、暑い群馬で、北条さんは？北条さん見てる？いや、僕も実は見てないです。見てない。はい。もう J リーグの試合をもう一回見てる。ああ、僕はマンチェスターシティ戦を2試合。マンチェスターシティはやっぱりすごいですね。改めてなんかこういう選手たちはすごいなっていうふうに感じて。本当し、真剣モードなんですよ。なんかね、全然だらけてないんですよ。それがすごくて。あと、アメリカでも今ヨーロッパのチームが結構行ってて、やったりしてるんですけど、それも結構面白いんです。だから多分ね、いろんなところで見る機会があると思うんですけど、ぜひそういうのを見てほしいなっていうふうに思いました。で、今回は、まあ、前回この動画では移籍に関してちょっと話をして、あれからもまた人の動きがたくさんあり、そうですね。この選手来ますかとかね。まあ予想された通りですね。まあ、まだまだ動きがありそうなので、それがまとまり次第、またその動画を撮りたいなっていうふうには思います。今回はデータを、前半戦のですね、データを見て、この数字から何が読み取れるかみたいな、川場さんと北条さんに、しっかりと語っていただけたらなというふうに思います。元になるデータはですね、J スタッツさんから提供されているデータなんですけど、そもそもこういうデータって優劣を見るみたいなのってちょっと難しい部分もあるんですよ。例えばパス数を見てこうどのチームがいいチームかって言えるかっつうと言えないんですよね、正確かに直。ね。こう強さと連動してるか、つまり結果と連動してるかっていうと、まあ、これは正直あんまり連動していないんで、ただ、まあ、例えばクロスがすごい多いチームは、そういうサッカーのスタイルなんだなというような傾向を読み取るみたいなことは可能になっているっていうことを踏まえて、で、まあ、例そうですね。えば、パス数1位は新潟なんですけど、つまりそれだけいっぱいパスをつないでいるということは言えると。だから、新潟がそういう思考のチームであるっていうことは言えますけど、でも、パス数が多ければ強いかっていうと、そうではないよね。これは、例えば、まあ、よく使われるポゼッション平均保持率みたいなデータもそうなんですけど、まあ、1位川崎フロンターレ、2位が新潟なんですね。で、3位が横浜 F ・マリノスと。で、結果とは連動してない。何せ最下位、平均保持率最下位は名古屋ですからね。じゃあ名古屋が全然結果が出てないチームかっていうと、もちろんそんなことはないですよね。で、結構神戸、首位のチームですけど、これが結構ミドルゾーンというか、真ん中ぐらいの順位でいろんなスタッツがいるんですけどね。まあ、つまり、スタッツがいいから結果が出ているみたいな話じゃないよねと。ただ、チームとしての傾向、あるいは弱点とか、そういうのを読み取ることが、まあ、ある程度できるかな。で、まあ、一個、こう、いいサンプルになるチームというか、すごい、まあ、データとはみたいなのを考えるチームが、サンフレッチェ広島。これが割と極端なデータを持っていて、まあ、シュート数、ラストパス数、クロス数、あとコーナーキックの数なんかが1位な。まあ、つまりそれだけいっぱいシュート打ってるし、まあ、ゴール前、相手ゴールの迫るシーンは作れてると。で、まあ、こぼれ球のダッシュと、枠内シュート数も2位と。で、スプリント数とかスルーパス数は3位と。いかにも結果に関わりそうなデータでいい数字を出しているんですけど、まあ、実際の得点数は13位と。ね、まあ、逆に得点力不足を感じるチームになっていると。で、順位も、今8位ですか。で、まだシュートの決定率、まあ、シュート数で言うと、まあ、広島全部で294本で、まあ、2位の札幌と40本以上の差をつけて、まあ、ダントツ1位なんですけど、まあ、シュート決定率は、まあ、7.5%、つまそうり、だよね。まあ、J1 最下位と。まあ、要するに、まあ、広島は、こう、シュートを持っていくところまでは作れている。しかも、枠内シュートも多いんで、なんかそんな、ボコボコ外に外してるわけでもないんだけど、まあ、決められてないっていう、すごいシンプルな課題を読み取ることはできますね。面白いですね。あと、これ、リーグ全体の傾向みたいなのも読み取れるから、それはそれで面白いんですけどね。だから毎年毎年データってこと出てくるじゃないですか。で、そのデータと今年のデータ比較してどうだろうみたいな。
その年のなんかサッカーのスタイルじゃないけど、なんかそんなのそうですね。どういうスタイルのチームが、例えば上位にいるんだろうみたいな。で、今年はちょっとやっぱり例年と比べて、ちょっと傾向は少し変わってるんですよ。そこら辺も面白いかな。これ、ヨーロッパの5大リーグとかって、もうほぼほぼあの順位とポゼッション率って大体比例してるチームが多いですよ。ああ、確かにな。そんなイメージはあるな。トップ5とか見ても、かなり近いんですね。その相関関係という、うん、で最近での J リーグもその傾向あったんですけど、ちょっと今シーズンはちょっと違うんですよね。ああ、そこがまたちょっとその面白いところでもあるし、名古屋がこの18位なんですけど、今名古屋その上位にいると、うん、これはすごいよね。この本当に、うん、保持率のところはね、すごい、うん、分かりやすいっていうのは分かりやすいよね。うん、そうですね。でだから名古屋を追い続けるデータとしてはやっぱスプリント数名古屋1位なんですけど、うん、まあ、そういう、うん、まあ、何でこのチームが勝負してんのかっていうのがすごい分かりやすくあるかなと、うん、こう J1 リーグの傾向に対してアンチトレンドというか、そういうところでうまく彼らがあの、うん、やった結果を、結果が、まあ、順位表に反映されてんだろうなっていうのは、まあ、なんとなく教えはかるかな。そうですね。スプリントの数とさ、その、うん、名古屋の攻撃のイメージのスプリントとさ、あと守備に対するところのスプリントとかさ、うん、やっぱりその数も、うん、まあまあ、まあまあ比例してんじゃないのかと。なんか出てくるイメージはあるけど、守備の時もそれこそ、うん、まあ、ディフェンスラインが中盤からやっぱりそこまでいける、うん、まあ、稼いでる人もいるっちゃいるけどね。これどうですね。いやこれね、これスプリント回数でちょっとね衝撃的なのは、うん、衝撃的、うん、この11位にいるチームをちょっと見てもらうと面白いんですけど、うんうん、マリノスがここにあるんですよ、うんうん、でマリノスってポステコグルーさんの時ってもうずっとほぼ1位だったんですよ。投稿距離とスプリント回数ってもうダントツでマリノスってずっと1位だったんですけど、この11位になってるって結構びっくりデータなんですよ、マリノスと。そうだね、本当に、はい、もちろんそれ相対的なもんなんで、例えばマリノスは例年と変わってないよ、逆に他のチームはすげえ伸びたからこういう結果になってんだっていう見方あるかもしれないけど、うん、まあ、例年のデータとか見てもちょっとやっぱり例年と比べてやっぱ少ないっていう、うん、なんかそれわかる、なんか毎試合見ててもあそんなに走ってないんだなみたいな感じはちょっとする、うん、でただマリノスってやっぱりこう攻撃に移った時に今早いカウンターアタックとか多いんで、結構スプリントしてるイメージひょっとしたら持ってる人いるかもしれないんですけど、うん、多分そのボール持ってる時と持ってない時のスプリント数ってこうあの分かれてないから、うん、全部ひっくるめてこのデータになってるんで分かんないんですけど、多分攻撃の時のスプリントはひょっとしたら多いのかもしれないんですけど、守備に回った時のスプリント数がひょっとすると例年と比べて少なくなってる。ああでも、あそれはやっぱりね、うん、前からのハイプレスのところとかもそういうのはすごく感じるかもしれない、うん、で速い選手がいるからさ、相当走ってるなイメージにはなるんだよね、うん、イメージあると思うんですよ ね。アシストはさどういうふうに見る、あのアシストが多いチームで、うん、アシストが少ないチーム、これはまあ、得点にももちろん比例するとは思うけど、うん、点の取り方っていう部分では関連してくるか。いやこれはほぼあの得点数と同じですよ。なのであんまり関係ないと思います。例えば PK での得点が多かったらアシスト減りますけど、まあそこまで極端なデータは出てないと思います。まああとはだからあれじゃないですか、個人の力で点取っちゃう人がいると、うん、そうだよね、そう、アシスト数は少し減ったかもしれないですね、うん、そこはね。でも結構このアシストの判定は緩いので、あのなんだろう、ワンタッチシュートだけしか認めませんみたいなことはないので、うん、その前からそう、アシストって定義が難しいからね。そうなんだよな、違ったりとか、はい、うん、僕らがイメージするアシストよりも多分あのちょっと緩めの定義でこう、あ、これもアシストになるんだ、はい、あとさスルーパスも結構面白いよね。数とさその成功率でさ、こう湘南とかスルーパス見ると2位でさ、あそれだけ出してるんだって。いやでも、うん、成功率見ると5割切ってんだみたいなさ。まあ、スルーパス5割超えてたら結構優秀だ。半分、そう、半分取っちゃうってことだからね。神戸とかだからすごいんですよ。神戸半分以上スルーパス取ってるんですから。ただ、あの、ここで言うスルーパスも僕らがイメージするスルーパスとは違っていて、うん、サイドのスペースに出したスルーパス、あの、スペースに出したパスもカウントしてるんです。なるほどね。いわゆるサイドに、裏をつくような選手を置いている
果をしてるチームは数が稼げるというところがあるので、いわゆるゴールに直結するようなスルーパスをイメージしない方がいいですね、このデータ。でマリノスが1位だということは、例えばサイドの選手たちに、ウィングのプレイヤーにそういうボールが、まあ、多く出てくみたいな、はい、そんなイメージでいたら、はい、まあ、あとディフェンダーの後ろに出すパスなので、こう逆にポゼッションして押し込み続けているような状況だとそこまで出ないっていうのもあって、そうだね、まあ、背後なくなっちゃうからね、うん、スペースとかもね、うん、守備のところで言うとさ、インターセプトの数が結構多い、神戸が1位っていうのはなんか納得できるんだよ、ね、そうですね、名古屋も神戸名古屋で来るのが納得感、ね、納得感あるよね、納得ですよね、はい、うん、で鹿島もやっぱりそこの上の方にいるのも、今年のサッカーとか見てたらなんか納得するかなって感じがする、うん、このデータはだから結構そのポゼッションが順位と比例あんまり比例してないよっていうのもこれ暗示してる感じだと思うんですね、このデータ、うんうん、少し、ね、そうですよね、奪って早い攻撃してるっていうイメージがやっぱりあるんだと、うん、得点に直結しやすいみたいなね、そうだよね、その一つのツールが多分インターセプトになってんだなみたいな、だからさ、これの数字で言うとだよ、まあ、鹿島が結構多いじゃないですか、うんうん、中より上でも順位と、ね、ここはちょっとね、これだけ取れてる、これがだからさっき言ったこのインターセプトされてる機会も多いかもしれないんで、これ要するにこれって下方の主体的な方じゃないですか、要するに攻撃の関わるデータだから、あ、まあ、攻撃っていうか、まあ、これ守備ですけど、だからこの自分たちがインターセプトされた回数がひょっとしたらすげえ多いかもしれない、あ、なるほどな、あ、なるほどね、はい、だからインターセプトできるようなパスをいっぱい刺されてるチームっていう可能性もあるんですよ、クリア数なんかもそうなんですけど、結局柏が1位なのはなぜかっていうと、クリアしなきゃならんような状況に陥ってるからでしょっていうのは間違いないと思うんですよね。で逆に神戸はもうそこを割り切ってっていう時が多いんだろうなって、神戸柏名古屋なんかはそういうのも読み取れますけどね、はい、個人のデータも見ていきますか、はい、そうですね、個人のデータ今回読み解いてって思ったのは、元コンサドーレ札幌っていうべきか、金子拓郎のこの数字の見抜け方はちょっと面白いなっていうのが、うドリブル数は2位とダブルスコアの圧倒的だよね、ダブルスコアだからね、エーベルだってイメージあるけど半分なんだよね、はい、でクロス数の2位と大差つけての1位で、まあ、ラストパス数は2位、スルーパス数は3位、まあ、得点は9位なんですけど、金子より上はいわゆるストライカータイプの選手ばかりっていうところなの で、うん、であとちょっと地味なデータとしては、こぼれ球ダッシュ数が3位なんですよね、でこぼれ球ダッシュ数で出てくる選手が、まあ、鹿島のピッツカ、神戸の山口ホタルで、ガンバのネタラビーといったこうなんかボランチの選手の中で金子がポコッと入っていて面白いよねこれ本当いやそれくらいだからもうね、トランジションですっげー守備でやってるってことですね、はい、実際映像を見ててもインパクトありますけど、積み重ねていったデータっていう意味で見てもやっぱなんか傑出したものは示してたんだろうなっていうのが読み取れます、ね、しかもこぼれ球の回収って、うん、攻撃してるときはこぼれ球回収できないので、うん、攻撃時間の長いチームはこぼれ球回収機会って必然的に少なくなるじゃないですか、うん、まあ、札幌はだから多いわけだから、それなのにこの回数を取ってるっていうだけでもすごいみたいな。すごい。これはこぼれ球ってどこの場所のことを言う？守備、攻撃の、例えば誰かにリフレクトして当たったボールを、そこを回収するのも多分こぼれ球になるし、うん、あとは攻められてて、跳ね返したとか、どっかの競り合いとかなんか守備で頑張って拾ったっていうのもこぼれ球になるでしょ、うん、これ全部かな、定義的には味方もしくは相手のクリア、ブロック、ポストバーの跳ね返り。のボールに触れたプレー、最初に触れたプレーっていうことです、うん、だからよく言うセカンドみたいなところに、まあ、反応してるってことだよね、はい、でもこれあれじゃないですか、スプリット返すで森下選手は1位ってのこれすごいですね、すごい、あと僕は今年武藤がすごくいいと思ってるから、うん、武藤がこれだけいってるなっていうのも、うんうん、あと走行距離だと川原ですよ、小田さん、そうですよ、川原ね、だからもう2位との差がえぐいというまあでもこれもでも1試合平均じゃないから、うん、フル出場してる人は必然的に長くなる、まあそれはそうだね、あ、そうなんですよ、でもだから結局1試合平均とかのそのあれも出したより
ね。いや、でもね、サッカーの場合はそれはまずいですね。1試合平均で、90分平均ってことですよね。で、そうすると。あ、もちろん、出場時間少ない人が多くなっちゃう可能性があるんで、ね。逆になるんで、その、なんかこれは難しいんですよね。あとはシュート数とかね、マテウスさんですね、名古屋の。はい。そうですね。マテウスはまあ、イメージやっぱりありますね。うん、で、このシュート決定率も罠のある数字で、この低くなるのはどういう選手かというと、遠い距離からのシュートに積極的にチャレンジする選手は必然的に下がっていくんですね。入ればいいけどね。で、逆に言うとこう、あんまり打たない選手がシュート決定率が上がるので、そういう選手がいい選手かというと必ずしもそうではないな。ただその中でアンデルソン・ロペスのこの 34.1% っていうのは結構驚異的な数字だなと思いました。いや、大迫選手はそれを上回る36%、そう、そうそう、はい、うん、36とか 30% 超えるってなかなかないんで、シュート、あ、シュート決定、うん、あとこのストライカーばっかが並んでる中に河村拓夢が3位タイでいるっていう、これもすごいね。そうだよね。あとクリア数がいいですね。クリア数も一緒ですね。やっぱり小型対応1位っていうのはどんだけやってるんだ、うん、奈良とかね、関川とかね、やっぱりまあ当然っちゃ当然ですけど、センターバックとか増える、うん、でもやっぱり印象的にはそれだけ張ってる、体張ってるみたいなところはあるかな、うん、でも今回は本当にね、データを見ながらああだこうだ言ってきましたけど、でも面白いですね、はい、本当に人それぞれで見方も違うなというふうに思うし、うん、まあ、ある意味活用の仕方もそれぞれ変わってくると思います。ということで今回はデータについてあれこれ話してみました。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。